ダイカスケール。ダイカスケールとは、株式会社シキが製造、販売するダイカスト製玩具のブランド名である。1970年代から存在し、製造元の表記は、初期から株式会社ウッド、株式会社シキ、株式会社金と変遷している。鉄道車両のモデルも存在するが、バスのラインナップが充実している点で特筆される。 実在するバス事業者名と塗装を再現した路線バスのミニカーシリーズとしては日本国内では最初期のものである。2015年7月に指定販売代理店として株式会社ダイカスケールが設立され、それ以降は製造、株式会社金、販売、株式会社ダイカスケールとなっている。かつては多くの百貨店、玩具店、 駅売り店などで販売されていたが、近年では販売店舗は減少しているようである。百貨店や玩具店では、トミカと同様の専用のディスプレイケースを用いて陳列販売されており、駅売り店では吊り下げ式の重機で販売されていた。公式サイトには取扱い店舗一覧が掲載されているが、流通形態の関係からすべての店舗が掲載されているわけではない。 首都圏では、鉄道博物館、地下鉄博物館、横浜資源保存館、東武博物館、東武動物公園など、鉄道関連の博物館や施設でも取り扱いがある。公式通販サイトとして、大化スケールネットショップが存在する。また2016年4月15日、横浜市中区の横浜中華街、山下町公園内に公式ショップ。 ライカスケールショップ横浜がオープンした。またバスシリーズについては口述のように、バス事業者によって、イベントや通販などで販売される場合もある。2016年現在も全製品が日本国内で生産されており、金属製のため重厚感がある。電車シリーズではあるものの、機動車、キハ181や電気機関車、EEF58 も存在する。 表記上の縮尺は1、180、都営12号線のみ1、100とされるが、多くの製品はシャーシを共用する関係で正確ではなく、基本的に長さが 13cm 程度で高さと、幅は各 3cm 程度と N ゲージ車両より、幾分小さい。車輪のゲージが、mm、であるため、N、ゲージ用の線路にせることもできるが、固定式の台車で首はらず、 曲線に置くことは不可能である。また、それ以上に注意すべき点として、非絶縁車輪が上げられ、通電した線路に乗せた場合は、電源系統をショートさせ、大変危険である。ラインナップの大半は、私鉄電車も含めて、103系や111系統を塗り替えたものであるが、近年では、WIN350 や都 a 大江戸線など、 新規金型を用いた製品も登場しており、特注品では、ゆりかもめの車両も存在する。ちなみに、2010年以降に製造された個体は、梱包の台紙部分にメイドインジャパンの表記が追加され、安全に関する ST マークや対象年齢6歳以上、当初は2歳以上の表示も追加された。精密と謳われている通り比較的凝ったディティールを用いているが、 前述した ST 基準に適合すべくアンテナやパンタグラフを主とする屋根周り、車輪のフランジや床下機器といった鋭い箇所極力甘くされている。103系の屋根は当初は比例防車でクーラーの表現はなかったが後に集中クーラーのモールドが追加されているほか近年はヘッドライト、前面窓の柱やグローブベンチレーターのモールドが削除れた。 塗装については、個体差が顕著であったが、近年は改善されており、ライト部の色差しや、車体色の変更といった改良もされている。一例を挙げると例系の塗装色が、国鉄時代のアイボリーホワイトから、J カ後のオイスターホワイトに、1 0 3系ベースの車体に、e 2 3 1系均衡型風の塗装を施す、などである。なお、水性塗料で塗装されているらしく、 汗ばんだ手などで触ると、色が手に映ったり指紋がついたりする。このため、玩具というより、ディスプレイモデルという傾向が強い。前述のように一つの型から、多数のカラーバリエーションを出しているが、その形式専用の型を使っているものもある。ここでは、現行製品のうち専用の型を使った車種を挙げる。近年では、トレーン車の N ゲージダイキャストスケールモデルに押され、 販売店舗は減少しているようである。梱包形態は、初期は紙箱、発泡スチロール製の中敷きであったが後に変更され、中敷きがプラスチック製であるブリスターパック成形となった。近年の生産品は、箱ではなく台紙にブリスターをはめ込んだ形態であるが、Win350 など、製品段階で入りきらない製品は、ブリスターの変形を伴いつつ無理やり押し込んである。 価格は初期より500円、税別と低価格であったが2018年現在は600円である。製品に1枚付いている応募券20枚を集めて送ると特製の新幹線と交換できる。景品は新幹線500系電車で色指定可能だが一色である2009年9月現在。漠然としたバス一般を模した玩具ではなく、 実在のバス事業者名と塗装を再現した路線バスのミニカーシリーズとしては日本国内では最初期のものである。ダイカスト、金属精密鋳造技術性で重厚感がある。初期はシャシーまでダイカスト製であったが現在はプラスチック製に変更されている。縮尺は1、100である。車体の形状は初期には日野自動車の RE 型のモノコックボディで ダイカスト製のシャシーには RE120 の表記が存在していた。前、中ドアの路線タイプと前ドアの観光タイプの2種類であったが、1980年代に観光タイプの車体は金型が改修され、スケルトンタイプ風の全面形状に変更された。さらにその後、観光タイプの車体は富士重工製 R3 型ボディを模したと思われるものに、 変更されている。また、富士重工製 R3 型ボディをベースに、日のセレガ風のディテールを追加し物も,も存在する。また2階建てバスシリーズには、ネオプランやドレクメーラーを模したと思われるもの、日産ディーゼルスペースドリームを模したと思われるものが存在する。初期のシャシーがダイカスト製であった頃は、路線タイプの側面にスピーカーのグリルや、 広告枠の表現が存在したが、プラスチック写真に変更された際に省略されている。また、近年、路線タイプの前面から、日野自動車のウィングマークのモールドが削除されている。塗装については、他社のミニカーでは印刷で表現されるような、細かなストライプや文字が、塗装によって表現されるものもある点が、特徴的である。モデル車両の塗装変更に合わせ、 東京都交通局では、ミ延ベカラーからナックルラインに変更されたり、神奈川中央交通では、波形塗装が直線塗装に変更されたりするなど、一部事業者のモデルではリニューアルも行われている、東京都交通局のミ延ベカラー、神奈川中央交通の波形塗装は、その後復刻版として再発された。なお、 全事業者のモデルで最新塗装に変更されているわけではなく、旧塗装のまま生産されているバス事業者も多数あり、中には、京王電鉄バスのように、京王帝都電鉄として、旧社名、旧塗装での製造販売が継続されている事業者も存在する。また、札幌市交通局のように、現存しない事業者のバスも販売されている。鉄道シリーズと同様、 取扱店舗は減少しているようである。かつては国際工業バスなど電鉄系ではないバス事業者でも沿線の鉄道駅売店で販売されていることが多かった。梱包形態は初期は紙箱、発泡スチロール製の中敷きであったが後に変更され中敷きがプラスチック製のブリースター成形のものとなった。初期の梱包箱は 製品の写真とそのバスが走る地域を赤色で表記した日本地図が印刷された専用の梱包箱であったが、後にラインナップの記載された共通の梱包箱にその製品の品番と商品名を記したラベルを重複したものに変更されている。近年の生産品は箱ではなく台紙にブリスターをはめ込んだ形態である。価格は初期より国産品としては 比較的低価格であり、バスシリーズ、観光バスシリーズは500円、2階建てバスシリーズは800円、共に税別であったが、2018年現在は、それぞれ600円、900円である。立川バスのイベントにおいては、全60種類のラインナップが販売され、二十数年ぶりに、イベント限定で、絶版品のナンバー145、琉球バス、ブルー、あとに、 のう162として復活も販売された。琉球バスはナンバー163としてオレンジも追加された。また2017年4月23日の第8回立川バスファン感謝イベントでは立川市のゆるキャラウドララッピングバスも販売されている。バス事業者でも取り扱いを開始したところがあり、イベントで自社カラー品を販売するなどのほか 東急バスでは2014年12月10日より自社通販サイトトキスタイルで販売を開始した。また、小田急電鉄の駅売店、小田急ショップでは小田急バスの大カスケールを販売している店舗もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。